相手先発藤井さん、ジャイロフォークとあれか、ジャイロスライダーであれか、ちょっと惑わされるんだよな。高めからスプリット入れてくるんでしょ。まず初手まっすぐだった。うわぁ、狙っとけばよかった。くぅ、はい、お、優しいな。これまっすぐ投げてくれてるのが、ボールの上打つ感覚で。行った方がいいかな。誰だ、ロドリゲス。どっち、日ハムのロドリゲス、違うか。あれ、亡命した方のロドリゲスか。さあ、何来る。あー、スプリットだった。なんか引っ張っちゃうな。バース。これピッチャー誰？まあ、誰でもいいか。これシューメーカーか、ピッチャー。バッター、大谷選手。なんかもう能力やばくない？靴職人、いけ。ボール？これ。ボールですか。そうですか。これストライクなの、逆に。一回ナックルカーブいっとこう。あはは、確信ホームラン。スクリーンに当たったんだけど。敗北。日本シリーズどっちが勝つと思いますか。いやー、わかんないです。僕予想当たんないんで。はい。まあでも、オリックス、同じパリーグなんで、はい、応援してます。プロスピの配球はやっぱりゲームとしての配球ですか？そうですね、もちろん。もちろんそうです。こんな配球試合でしたら、多分、ポコスカ打たれますね。現実の配球をゲームでやってもポコスカ打たれます。確かに。自分最初は現実の配球してたけど、もうポコスカ打たれました。平選手はなんで11月のキャンプ参加されないんですか。わかんないです。いっぱい投げたから肩を休めてくださいって感じじゃないですか。住所を教えて。住所ね、埼玉県所沢市上山口2135です。それベルナドームの住所です。そうです。正解。僕が言ったのはベルナドームの住所です。平選手的にはピッチコムは導入されたと思いますか。ピッチコム欲しいですね、自分は。そしたら首振る回数とか いちいち減るし、試合も早くなるんじゃないですか。平さんのカットボールの横変化量何センチくらいありますか。ゼロとかは結構いい、目指してますね。ゼロ、横変化ゼロ、縦変化26とか出る感じですね。